チリ共和国リベルタドールベルナルド・オイギンス州、カルデナルカル県には66校の学校がある。県内には複数のプライマリースクールと発行のセカンダリースクールが存在する。準私立の7校以外はすべて公立であり、準私立校の中にはコレヒオデラ・プレショサ・サングレーデ・ピカ・イルムやコレヒオ、チャーリー・エス・スクールも含まれる。46校が郊外にあり、 残りの20校が都市部にある。いずれの学校も男女共学である。チリの子供は2歳の5歳のプレキンダーの時期に学校教育を受け始める。プライマリースクールはプリメロバシコからオクタボバシコまであり、セカンダリースクールはプリメロメディオからクアルトメディオまでとなっている。2010年にカルデナルカロ県には78校の学校が存在し、 計7400名の生徒を要していたが、2014年時点では、その数は6805名に減少してしまった。ピチレムにある、コレヒオ・デラ・プレショサ・サングレー・デ・ピカイルムと、コレヒオ・チャーリー・エス・スクールの生徒数が、最も多く、各々535名の生徒を要する。ついでリトゥエチェのエスクエラ、カルデナル・ラウル・シルバ・エンリー・ケズが486名。 ピチレムのコレヒオディビのマエストロが385名の生徒をそれぞれ抱える。ありがとうございます。